よろしくお願いします。あなたに会いたかった。私はアニメ大好きです。私の好きな色。こんにちは、皆さん。よろしくお願いします。こんにちは、皆さん。はじめまして。私の名前はサージェント・ケリです。こんにちは、皆さん。こんにちは、先生。今日は日本語で自己紹介をしたいと。こんにちは、アレックス君。こんにちは。元気ですか？元気です。日本語を勉強し始めたのはいつから？こんにちは、皆さん。中学生の頃からアニメを見ました。こんにちは、私はマリエです。今、ティノス島に住んでいますから。じゃあ、こんにちは、皆さん。パノスです。今日は僕の未来のことを話したい。今日はどうして情熱を持つことが大切なのかお話したいと思います。こんにちは。私の名前はエヴァ。ほぼ3年前に日本語を習い始めた。健康的なライフスタイルの旅。健康的なライフスタイルをしている人々は東京のどちらですか？阿佐ヶ谷というところ。阿佐ヶ谷知ってます。はい、阿佐ヶ谷知ってるけど、どこだったっけ？阿佐ヶ谷はそう、このぐらいのサイズがYou can have it as a whole meal, definitely. Yes, you can have lunch maybe. You can put also the Graviera cheese. For my students, Aru-san, あと Keri-san, Iya-san. How was it today?日本語の勉強は時間かかると思うけどコツコツ頑張りましょう。てめえら新潟こんにちは。私はペルの高校の同級生ののりです。そして旦那さんで、はい、のんぜんです。よろしくお願いします。ビデオメッセージということでなんですけど、皆さん日本語のお勉強頑張ってください。頑張ってください。とてもギリシャはとても素敵なところだなって思ったので、いつか遊びに行きたいなって思っています。その時は皆さん一緒に日本語でお話ししましょうね。それではまた。皆さんこんにちは、徳田正幸です。日本語の勉強大変ですけど、皆さん頑張ってください。応援してます。JLF の生徒さん、こんにちは。私の名前はみちこです。はい、なんだろう、自分の的というか、なんか自分のやりたいことがあれば、まあそのためにもちろん。こんにちは、日本語Hello, my name is Terumi. I am a native Japanese teacher and I would love to help your Japanese. Let's study Japanese for your future.